はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイヌレスです。今日なんですけども、はい、もう明日から9月ということですので、はい、まあ、僕らの、気になるスニーカーで、9月に発売されるものの、前半戦ですね。そうですね。はい、9月の15日までに発売される予定のものを、ちょっとピックアップして、はい、紹介していきたいなと思っております。あとですね、まあ、月末ということもありますので、はい、気になるチャンネル登録者数の方がどうなってるのか、はい、というところも、はい、紹介していきたいなと思います。はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、早速なんですけども、はい、9月の、1日ですね。朝ですね。朝なんですよ。はい、はい、こちらがですね、まあ、スニーカーの方にもね、もう出てきてはいるんですけど、はい、エアジョーダンミッドの、これはマルチカラーって言ったらいいですか、ね、そうですね、はい。はい。まあ、ウィメンズになるんですけど、はい。はい、こちらはね、アトモスの方にも来てまして、まあ、9月1日に発売なんですけど、はい、以前です。フルグレインレザーと、はい、エナメルの、素材を組み合わせているエアジョーダンミッドで、まあ、ややカラフルなモデルが出るんじゃないかっていうリークやったんですけど、はい、国内の販売でですね、9月の1日に来てましたね。はい、まあ、こちらウィメンズになるんですけど、そうなんですよ。なので僕は手は出せないと。そうですね、僕もギリギリ29センチで履けるかなっていう感じなんですけど、はいはい、これね、後幅の部分のオレンジ色のカラーのことを海外のスニーカー系サイトで、はい、まあ、シャダバを思い出すじゃないんですけど、はいはい、そういうようなことも書いてましたね。はい、なるほど。なんかこれ面白いね、カラーの使い方というか、そうですね、組み合わせですよね。はい、あと素材をね、変えることによって見え方も変わっていくので。あ、そうですね。はい、まあ、ミッドってね、カラフルなもの多いですよね。多いですね。はい、あと素材のね、変えたりとかするのとかも結構ね、ミッドでいろいろやってる感じがしますよね。はい。はい、まあ、そっちの方がね、ウィメンズのサイズでですね、まあ、スニーカーズは今、アトモスの方に来てますので。こちらの方が、まあ、9月の1日ということですね。はい、これにちなんでないんですけど、はい、同じエアジョーダンミッドで、これ発売の時期っていうのはちょっとまだわかんないんですけど、はい、スムースレザーと、いわゆるエナメルをね、組み合わせているエアジョーダンミッドがありまして、おそらくこれメンズだと思うんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、持ってる方の投稿がありまして、エナメルの部分がゴールドになってまして、はいはい、スムースレザーの部分が、ね、ホワイトになっているモデルがあるんですけど、はい、このような、ね、エアジョーダンミッドが来てまして。はあ、僕ね、これね、ありですね。ありですか。はい。これね、結構ね、投稿が多いので、最近持ってる方の。もしかしたら、今月発売なのか、来月発売かわかんないんですけど、はい、近日中に来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。はあ、金があまり、全体的に使われてるわけではない。そうなんですよ。あまりやらしくないというか。はい、そうなんですよ。はい、あとはそうです、気になるのはこのパテントの金の部分が、はい、まあ、安っぽくないかどうかだけがポイントかな。まあ、そうですね、これね、まあ、外でね、はい、撮影しているので自然光で撮られているので、はい、ちょっと判断しにくいんですよね。はい、まあまあ、でもなんか雰囲気良さげだなと思ってますね。はい、ただこれもまだ分かるかな。そうですね、はい、発売日時期とかね、分かればこちらでお伝えしていきたいなと思います。で、続いてなんですけども、はい、これ僕ちょっと本命着てましたね。あ、そうなんですか。はい、はい、僕もこれ本命なんですけども、はい、9月の4日になるんですけども、やっと来ましたね。やっと来ましたね、ということで、まあ、以前にもね、スニーカーズの方にも、というような形をお伝えはしてたんですけども、はい、ライトスモークグレーですね。そうですね。はい、こちらの方が9月の4日の発売。いや、ジョーダン1、はい、ライトスモークグレーなんですけど、はい、はい、こちらのアトモスの方にもね、もう発売の方来てまして、はい、抽選の情報というのはまだ出てないんですけど、はい、おそらく明日9月の1日以降にですね、まあ、出てくると思うの で、 そうです、ね、その辺はまだコミュニティの方でお知らせできればなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、こちらなんですけど、9月の4日に、ね、スニーカーズの方でいわゆる抽選という形で来ているので、はい、まあ、僕らね、これオンラインチャンネルすると思いますので、そうですね、はい、7月のね、発売される気になるスニーカーの方で、はい、僕らこの靴のことに関してはですね、本命っていうふうに言ってたんですけど、そうですね、結局ね、日本の発売がそんなに来なかったので、ね、まあ、やっとね、この9月4日に来たなということで、はい、狙、はい、いに行こうかなと思ってるんですけどね。おそらくこれは他の販売サイトとかでもいろいろ出てくるんじゃないかな、そうですね、というところもあるので、はい、まあ、またそのあたりも情報の方出てきましたので、はい、これで動画の方でお伝えしていこうかなと思っておりますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。でですね、ちょっと番外編になるんですけど、はい、元々ね、9月の4日っていうのは、はい、エアジョーダンハイのバイオハックっていうモデルがありまして、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、これがね、発売する予定だったんですけど、はい、まあ、一応海外の方では9月の4日に発売するんですけど、日本の方はですね、全然話は来てなくて、まだ情報出てきてないです、ね。はい。で、ライトグレーの方が発売来てるので、うん、まあ、ライトグレーっていうのは7月11日に海外でさっき発売されてるモデルになるので、はい、海外でですね、9月の4日に発売されるエアジョーダン1バイオハックに関しては、おそらく遅れて
日本の方で発売来るとは思うんですけど、ね、なるほど。またその時にこちらの方でまたお伝えしたいなと思うんですけど、はい、はい、でまた同じく9月の4日ですよね。はい、そうなんですよ。同じく9月の4日です。これもね、僕ね、欲しいですよ。しかもこれ時間ずらしてくれてなくて同じ時間なんですね。9時からなんですよ ね、 そうなんですよね。はい、でこれはね、抽選じゃないので、ナイキダンクローのディスラプトですね、はい、まあこちらの方があのブルーのタイプのものとブラックのタイプのものが、はい、スニーカーの方にも出てきてると、はい、以前ね、僕らのね、あの動画のリークの方で、はい、これに関してはね、ダンクドっていう名前ね、そうですね、ご紹介させてもらってるんですけど、はい、まあ、ディスラプトという名前で来てまして、もともとね、これね、リークの段階で4色発売するんじゃないかっていう話がありまして、はい、ホワイト、レッド、ブルー、ブラックっていうのに来てまして、はい、なぜか日本だけね、ブルーとブラックだけが来てまして、はい、海外はね、一応ね、ホワイトであったりとか、あのレッドが来てるので、はい、まあ、どうなってるのかなっていう話なんですけどね。これちなみにあれですよ、ウィメンズなんですよ ね、 すね、はい、ということは僕はサイズがないということ、ね、海外の方がね、どうなるか分かんないんですけど、はい、国内での展開サイズっていうのは29センチなんで、はい、まあ、僕ちょっとギリギリかなっていう感じなんですけど、ね、はい、こちらに関しては、ね、抽選ではなくて、いわゆる空時に普通に発売というふうになってたんで、はい、まあ、ライトスモークグレーの方を、まあ、抽選のね、受付した後にですね、まあ、ライトスモークグレーの後でもいいですかね、10分ぐらい時間があると思うので、はい、まあ、先にこの、ディスラプトの僕ブラックが欲しいので、はい、このブラックのタイプをちょっと狙おうかなと思ってますけど、ね、アイレッドと後幅の間のぐらいのところちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これってね、80年代にナイキが発売されたエアトレインっていう靴があるんですけど、はい、そこからヒントを得て作られてるんじゃないかというふうに書いてましたね。あ、そうなんですか。はい、あと、まあ、僕が全然書いてないダンクあるじゃないですか、はい、ダンクとエアトレインを足したようなデザインにしてるって海外の作品書いてましたね。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、こちらの方が9月の4日に来るということなんで、はい、はい、まあ、買いたいなと思ってます ね、 はい、同じくですね、このギスラップなんですけど、はい、まあ、以前にもご紹介したんですけど、ちょっと見てもらいたくて、この、マルチカラーといわれるカラーのバージョンがありまして、はい、こちらもね、まあ、後日販売するんじゃないかという話があるんですけど、はい、これはね、9月の4日っていうふうに明記されてないので、はい、まあ、もしかしたら、まあ、9月中に発売されるかもしれないんですけど、はい、今後ディスラプトでこのようなカラーが控えてるよっていう話なんですけどね。なるほど。まあ、こちらもまた何か分かれば、そうですね。はい、動画でお伝えしていきたいなと思います。はい、で、まあ、続いて、9月の5日になるんですけども、はい、こちらの方がですね、以前もお伝えはしてるんですけども、はい、ナイキ SB ダンクハイのドラえもんですね。はい、そうですね。はい。まあ、9月の5日にね、販売が来てまして、はい、海外のサイトではですね、あのセプテンバーっていう風になってまして、はい、9月っていう風に書いてました。あの詳細なリリース日は書いてなくて、日本のインスタントっていうお店が、はい、まあ、あの抽選の方で、はい、店頭で買えるっていうシステムを取ってるんですけど、はい、それ以外にインスタントの方がですね、はい、ウェブ抽選で、あ、まあ、いわゆる、はい、通販の方で買えるっていう風にしてるので、はい、まあ、ちょっとそちらの方で、ね、概要欄に貼っときますので、はい、また見てもらいたいんですけど、ただですね、これね、受付の時間の方が結構迫ってまして、はい、9月の1日の、はい、まあ、夜の20時まで、8時までですね、はい、の募集になってるので、あ、まあ、気になる方はね、あの急いで応募された方がいいんじゃないですか、ね、そうですね、明日の夜の8時、そうですね、これ発売ね、9月の5日なんですけど、はい、結構あれですよね、あのスパン短いですよね、そうですね、はい、はい、まああのあれですね、はい、僕もこの後、はい、あの申し込みの方したいなと思いますね、はい、はい、あの続いてちょっと間が空くんですけれども、はい、あの9月の10日ですね、はい、あのカクタスプラントフリーマーケットのナイキエアフォースのコラボですね。そうですね。はい。まあ、以前にもね、9月の10日にね、リストック来るんじゃないかっていう話があるんですけど、はい。まあ、今ちょっと見てもらってるこのね、ホワイトのバージョンとブラックのバージョンの2足で発売するんじゃないかっていう話が来てまして、はい。一応ね、これ値段の方もね、まあ、海外のスニーカー系サイトに出てまして、はい、130ドルというより来てまして、はい。前回ね、ナイキバイユーで、いわゆるこのカクタスプランドフリーマーケットバイユーっていう形でカスタムできた時はですね、はい、確かに日本円でね、17,000 円だったはずなんですよ。そうですね。なんで、まあ、あの時はね、一応バイユーでカスタムできるということで、はい、値段の方がちょっと上乗せしてると思うんですけど、はい、今回ね、海外の方で一応130ドルで来てるので、はい、まあ、1万5000円ぐらいなのかなって思うんですけど。多少は安くはなってるでしょうね。はい。でもね、これあくまでも海外での話なんで、はい、日本でね、この、9月の10日にリストックされるかっていうのはね、ちょっとまだわかんないんですよ。あ、そうなんですね。はい、あとですね、これね、あの謎が多すぎて、はい、海外のスニーカー系サイトが言ってるんですけど、はい、一部の地域のみでリストックされるんじゃないかっていう書き方。一部の地域ですか、はい、あとですね、どのような、あの、なんていうんですかね、その、エアって書かれてるのか、はい、サンシャインって書かれてるのか、はい、まだちょっと、携帯がわかんないっていうのを書いてないんですよね。ナイキバイユーの時は、はい、このロゴが選べたんですけど、そうなんですよ、まあ、どの文字が来るのかっていうのがわかんないってことです
ですね、はあ、以前ガクタスプラントフリーマーケットの投稿でですね、はい、あのね歌手の、R&B 歌手のネリーがですね、はい、この2足、まあ、持ってる、ね、写真があったんですけど、はい、まあ、この2足が来るんじゃないかっていうのがあれですけどね、あの予測でしたけどね、はいはい、あのこちらの方もね、はい、僕らの方もあのぜひ欲しいというか、そうですね、去年からあのかけてたモデルなので、はいはい、またあの情報の方出てきましたらあの動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。であの続いて、はい、同じく、9月の10日になるんですけども、もうこれもねあのスニーカーズの方には出てきてはいるんですけども、はい、コミュニティガーデンという名前ですね。こんな名前だったんだって思うんですけど、はい、まあ、あの僕らよくあのレモンウォッシュと、まあ、別名レモンウォッシュと言ってるんですけど、はい、呼んでる、まあ、ナイキダンクローですね、はいはい、こちらの方はですね、まあ、スニーカーズの方で抽選で来てるんですけど、はい、アトモスさんの方でもですね、ローンチカレンダーに名前が入ってたので発売は決まってるんですけど、はい、そちらの方もね一応抽選ってなってましたね。ああそうなんですね、はい、今回のねこのコミュニティガーデンという名前の由来のインスパイアみたいなことを海外のスニーカー系サイトで書いてたんですけど、はい、まあ、いわゆるその庭にある花あるじゃないですか、はいはい、その花のイメージをしてるっていうふうに書いてました、ね、ああ、そうなんですか、ね、はい、それを投資込んでるデザインにしてるとは書いてたんですけど、はい、これ以前にもお話したんですけど、ソールっていうのは、まあ、グラインドラバーと言われる、まあ、リサイクルされたね、はい、ソールが使われてまして、はい、まあ、通称スペースヒッピーと言われてるモデルが使われてまして、うん、まあ、この後紹介するネイヤー上段はもう、まあ、ほぼ同じような話すると思うんですけど、はい、はい、まあ、そのソールが使われてるということですよね。はい、以前にも話したんですけど、これはオールキャンバスなんで、まあ、レーザーがいつも使われてないんですけど、まあ、気になる一足なんでね、僕はこれ狙うと思うんですけど、そうですね、はい、欲しい一足ですよね。欲しいです、はい、続いてあの、はい、翌日になるんですけども、9月の11日にですね、あのエアージョーダン1ハイズームの、スペースヒッピーですね、はい、はい、こちらの方もね、あの日本来ないんじゃないかなという不安もあったんですけども、はい、まあ、あの来てくれたと、そうですね、いうことですね、はい、すでにあのスニーカーの方に出てきてると。はい、あとアトモスさんの方にも来ているので、あ、そうなんですね、はい、まあ、これもともとね、名前がスペースヒッピーって僕ら別名に言ってるんですけど、はい、まあ、クレーターっていう名前がついてまして、はい、まあ、ジョーダンクレーターシリーズっていう、まあ、サンダルであったりとか、はい、ミッドカットのジョーダンの、スニーカーであったりとか、今回のこのスペースヒッピーと呼ばれているモデルが、まあ、3つね、発売されるんじゃないかっていう話が、以前リークにあったんですけど、はい、まあ、その中のうちの2つの、サンダルとミッドの方が、はい、まあ、日本でも発売されたんで、うん、もしかしたらね、あのズームシリーズっていうのが日本でね発売されるのがちょっと滞ってると言いますか、はい、2作目から販売されてないので、はい、まあ、今回発売がないんじゃないかと思ってたんですけど、はい、まあ、一応このジョーダンクレーターシリーズの一環としてですね、まあ、発売が来てるということですよね。まあ、あのこちらも気になる一足で、そうですね、はい、また直前にね、はい、なんか情報出てきたらあの取り扱いたいなと思います。でまたあの翌日になるんですけども、はい、あの9月の12日になるんですけども、はい、これがエアージョーダン5のオレゴンですね、はいはい、これなんですけど、一応ねこれ日本の発売はちょっとまだ分かんないということで、はい、海外での発売の、まあ、リリース日の方でお話しさせてもらってるんですけど、はい、以前ですね、エアジョーダン5の、はい、プレイヤーズエディションモデルの PE と呼ばれるモデルで、まあ、オレゴンダックスっていうものがあったんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、今回発売されるエアジョーダン5の、まあ、オレゴンの、まあ、元ネタになるとかわかんないんですけど、もともとね、このオレゴンの話が来た時は、その先ほど言いました PE として出た、世に出た時の、そのオレゴンっていう形で発売されるんじゃないかっていう話があったんですけど、はい、実は蓋を開けてみると、単の部分であったりとか、かかとの部分のデザインが全然違うので、まあ、全く違うモデルになってるんですけど、以前、PE で発売されたモデルっていうのは、単の部分にオレゴンの、あの、アルファベットの O っていう文字がデザインされてまして、はい、かかとの部分にね、その、なんていうか、このダックの、イラストが入っている、まあ、デザインだったんですけど、今回のこのオレゴンに関しては、去年エアジョーダン5で発売されたミシガンっていうモデルがあったんですけど、はい、そちらのかかとの部分に使われた、まあ、洋服についているようなタグのようなものが付いているデザインのものが今回のこのオレゴンに使われてまして、はい、で、シューターの部分は、PE モデルで見られたようなアルファベットの O っていうデザインではなくて、はい、ジャンプマンロゴで、まあ、いわゆるエフェクトになっているっていうことなんですけどね。そうですね、はい、まあ、こちらの方についてはね、はい、まだあの日本で の, あの発売だったりとかでもまだ分かんないんですけども、また情報の方が出てきましたらね、あのこちらで取り扱っていきたいなと思います。はい、
続いて、9月の15日になるんですけども、はい、あのエアージョーダン4の PSD ですね、はいはい、これね海外でのリリースなんで、はい、日本での、ね、発売がどうなるかっていうのは分かんないんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ボルドーで使われているこのデザインあるじゃないですか、はい、これがねいわゆるそのエアージョーダン4の OG のファイヤーレッドの、はい、レッドの部分をこのボルドーに書いてデザインしてるんじゃないかっていう、海外のスニーカー掲載で書いてたんですけど、あ、そうかっこいいですよね、これ、ね、かっこいいですね、色合いがいいですよね、はい、なんかボルドーっていう感じですよね、はい、で、かかとの部分がパリサンジェルマンっていうふうにね、あのマリーパッチが貼ってあるデザインなんですよ、はい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 、まあ、 あのパリサンジェルマンは、はい、あの日本ではちょっと発売遅れたりとかすることもありますので、はい、まあ、またちょっとね、あの別で情報出てきましたら、はい、取り扱っていきたいなと、はい、いうところですね、はい、先ほどのパリサンジェルマンの話の時に、はい、エアジョーダン4の OG のファイヤーレッドの話したんですけど、はい、ちょっとねこれ9月の話じゃないんですけど、はい、今年のブラックマンデーに、はい、アメリカのリリース日で言いますと、はい、11月27日にエアジョーダン4の OG でファイヤーレッドの復刻がするんじゃないかという話が来てまして、あ、そうなんですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ちょっとこれね楽しみだなと思いまして、いいです、ね、まあ、今月関係ない話なんですけど、はい、ちょっとパリサンジェルマンの、まあ、デザインが、ね、ファイヤーレッドに似ているので、ちょっとこのお話したいなと思ってお話したんですけど、はいはい、これ気になりますね、そうですね、はい、まあ、これをまた、近日中にまたやろうかなと思ってるんですけど、はい、はい、分かりました。で、今日何足紹介したのか、結構紹介しました、11足ぐらいですかね、はい、はい、この中でですね、はい、どうですか、カイヌですね、どれが一番気になりますか。そうですね、ね、僕ね、やっぱレモンウォッシュがね、デザインがね、ライトスモークグレーよりレモンウォッシュの方が欲しいなってなってるんですよ。ああ、そうなんですね。はい。でですね、2番手がですね、このね、ダンクドと言われてました、はい、ディスラプトの、はい、ホワイトとブラックのタイプあるじゃないですか、はい、これがね、2番手で欲しいんですよ。あ、ということはライトスモークグレー3番目になっちゃったっていう感じなんですよね。ああ、なるほど、なるほど。はい、まあでも、カクタスランドフリーマーケットと、はい、エアホースも欲しいですけどね。まあ、来たら絶対欲しいですね。そうなんですよね。はい、はい、そうですね。まあ僕の方はですね、まあ同じく、レモンウォッシュ欲しいんですけど、はい、まあ、カクタスプラントフリーマーケットですね、はい、あとは。あと、やっぱり僕の方は、こっちにですね、エアージョーダン1ハイのライトスモークグレー、はい、これもやっぱ欲しいですね。そうですね。はい。はい、まあ、その3つかな、ね、そうですね、はい、まあどれかね変えたらいいんですけどね、そうですね、はいはい、なかなか最近ちょっとうまく変えないことも多いので、ね、そうですね、はいはい、まあ、9月の4日なんでね、まあ、近日中に、ね、オンラインチャレンジすると思いますので、そうですね、はい、もうこれ見られてる方で、まあ、今回紹介させていただいたものとか、まあ、それ以外でも構いませんので、まあ、今月の前半でね9月15日ぐらいまでのもので、はい、気になってるスニーカーありましたらコメント欄の方に書いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。あとですね、9月の後半がね、はい、めちゃくちゃ暑いんですよ。ああ、そうでしたっけ。本当はね、9月のね、18日ぐらいまでを前半戦にしようと思ったんですけど、はい、ちょっとね、9月の17日と18日に出る、まあ、まあ、早く言ってしまうと、はい、フラグメントとエアジョーダン3と、はい、ナイキダンクハイのプログリーンがね、はい、もう外れがね、国内のこれ決まってるんですよ。ああ、そうなんですか。なんですけど、今このタイミングでやってしまうと、うん、もう少しね、情報が出てきてからの方がいいかなと思ったんで、今回の前半戦っていうのは9月の15日の方で一旦終わらせてもらって、はい、で次をね、9月の発売される気になるカレンダーの後半戦で、はい、まあいっぱい情報ができていると思うので、はい、その時にまたやろうかなと思ってるので、はい、まあ、9月の16日以降のものについてはまだ後半戦の方でやろうかなと思ってますね。はいはい、もしかしたらその頃にね、オフホワイトの、ラバーダンクのコラボであったりとか、はい、ピースマイナスアーのエアフォースの第2弾も、もしかしたら話が出てきてるかもしれないので、まだその辺はまた楽しみなんで、そうですね、はい、はい、あとこちらでやっていきたいなと思ってるんですけど、はい、はい、月末来ましたね、はい、まあ月末ということなので、はい、チャンネル登録者数の方ですね、はい、前回はですね、あれいつでしたっけ、確かね8月の1日ですかね、頃ですよね、はい、はい、その頃が、こちらですね、はい、はい、まあ、14,230 ぐらいだったんですかね、はい、はい、そうですね、これぐらいの人数だったんですけども、はい、じゃあまあ現時点の人数なんですけども、それがこちらですと、ね、はい、はい、実は今月不調に終わってるんですね。そうなんです、いつもよりちょっと悪いぐらいなんですね。そうですね、はい、まあ、人数の方が 14,768 人ということで、はい、530人ぐらいですかね、はい、はい、まあ、増えてると、はい、まあ、いつものペースからするとちょっと今月は悪かったかなというところ で、はい、まあ、ちょっと巻き返しをいろいろ企画というか、はい、まあ、関心持ってもらえるようなことをやりつつ、まあ、9月からね、はい、またさらに前進していこうかなという感じです ね、はい、はい、10万人目指して、ね、はい、また V 字回復させていきたいなと
というふうに思ってますので、まあ、次は、はい、9月の月末にまたチャンネル登録者数の方を報告していこうかなと思っておりますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カインドネスでした。さようなら。It's evident, you're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future.